ピッピッピロリーピロリチャンネル。はい、皆さんこんにちは。 IT 企業 OL 週末 YouTuber のピロリです。今回はですね、最近私が買ってよかったものの中からスキンケアと美容のカテゴリーにアイテムを絞って、5個紹介していきたいと思います。で、前回は、ガジェットや雑貨に絞って5つ紹介したので、そちらもぜひ見てみてください。で、サムネイルにもある通り、一つはね、私の美肌にかなり貢献してくれたアイテムの一つです。わかりやすく、すっぴんで今動画を撮っているんですけれども、そのアイテムを去年の秋冬ぐらいから使い始めて、本当にずっと肌の調子がいいです。もちろん今回紹介するアイテムを使えば誰でもすぐに肌が綺麗になりますよっていうことではなくて、それ以外の食生活とか睡眠とか、もちろんそういったところも気をつけて、肌が綺麗になったっていうところではあるんですけれども、ぜひそちらを紹介させてください。それでは行ってみましょう。ではまず、皆さんが気になっているであろう、その美肌に貢献したアイテムは何なのかというところからね、紹介していきたいと思います。じゃん、健栄製薬から出ているベビーワセリンです。私は近くの薬局で600円ぐらいで購入しました。ただ Amazon とか多分楽天とかにもネットからでもね、普通に買えるものだと思います。使って半年以上経つので、これはもう2本目です。ベビーワセリンを買うに至った理由っていうのを話させてほしいんですけど、私2021年のね、去年まではデパコスの乳液とか化粧水とかを使っていたんですね。で、1本まあ5000円から1万円ぐらいするやつで、結構高いものをまあなくなったら買うみたいな感じで使っていました。ただそういった高いものを使っていても、秋から冬にかけてすごい肌荒れがひどかったんです。ここのほっぺたのところとかにブツブツができたり、今はないんですけど、おでこにもブツブツがいっぱいできていて、結構ね、肌荒れがひどい状況でした。私は今までね、スキンケアとかもしっかりしてこなかったので、なんでこんなにデパコスでいいものを使っているのに治らないんだろうとか、肌がきれいにならないんだろうと思っていて、会社の美容が好きな人たちに聞き回ったりとか、いろいろ YouTube とかネットとかで調べて、美肌になる方法っていうのをかなりこう検索しました。で、そこでみんなが言ってたことは、とにかく肌をきれいにするには保湿が大事なんだっていうふうに言っていました。決め手に関しては、とあるとっても肌がきれいな YouTuber の方がですね、自分のスキンケアはベビー用のワセリンしか使ってませんっていうふうに言ってたんですね。私はめちゃくちゃ高いのを使ってこんなに肌がボロボロなのに、その人は薬局のワセリンでこんなに肌がきれいなんだっていうところに衝撃を受けて、本当なのかなと思いながらも半信半疑でその足で薬局に行き、ベビー用のワセリンっていうのを探して、これでいいかなと思って買ってみたものが健栄製薬のベビーワセリンです。生まれたての0歳児から使えて、無香料無着色パラベンフリーといって、防腐剤も入っていなくて、すごく肌に優しいので、これだったらいいのかもと思ってこちらを購入してみました。もうそこからはですね、その時使っていたデパコスっていうのは一切やめて、化粧水は薬局で売ってるハトムギ化粧水っていう安くてね、大容量のものがあるんですけど、そちらに変えて、その後にこのベビーワセリンを塗るというシンプルな2つのスキンケアに変更しました。そうしたところ、本当にびっくりするぐらい一気にその肌荒れが治ったんですよね。どうしたんだろうっていうぐらい肌が一気に綺麗になったんです。これを塗ると、最初はですね、結構こうベタベタするんですよね。こんな感じで、これ結構ちょっと出しすぎちゃったな。これだけでね、顔1本分ぐらい今塗れるようなものなんですけど、もうテッカテッカしてるし、このベタベタするような質感です。このベタベタするぐらいの保湿力で、夜塗ると朝起きても全くこう乾燥していなくて、それが今まで そのデパコスの保湿力と違うところだなっていうのは自分でもすごく感じました。そこから肌が綺麗になってからは、ハトムギ化粧水とこのベビーワセリンの組み合わせしか使っていなくて、もう半年以上経つんですけれども、本当にね、肌トラブルが一切なくなりました。もちろんね、シミとかはありますよ。シミとか、なんかこう毛穴とかはもちろんちょっと
隠せてないんですけど、ブツブツができるっていうことが一切なくなりました。この話を聞いて、あ、妊娠したから女性ホルモンが増えて肌が綺麗になったんじゃないのって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、私がその肌のブツブツに悩んでいて、ワセリンを買って治った時は妊娠前の話なので、その時は関係なかったと思います。 100g ぐらい入って600円というめちゃくちゃコスパがいいんですよね。なのでだいたいこの 100g で私は半年ぐらいは持ったかなと思います。秋冬はすごい乾燥するので保湿にぴったりだと思うんですけれども、今のねこの真夏の時期にこれが最適かって言われるとそうじゃないのかもと思います。なので私はちょっとね最近もこれをかなり薄く塗っております。夏はもしかしたら別の保湿剤を使った方がいいかもしれません。じゃあね、今紹介するなよっていう感じだと思うんですけど、私が YouTube を休んでいる期間に使って一番良かったものだったので、もう本当にねずっと紹介したいなと思ってやっと紹介することができました。もしね秋冬とかの肌の乾燥によって肌荒れが起きて悩んでいる方っていうのは一回ねこのベビーワセリン使ってみてもいいかもしれないです。そして買って良かったもの2つ目はこちら、ビューティーベールクールタッチ UV スティックというスティック型の日焼け止めです。プラザで1430円で購入しました。ただの日焼け止めじゃなくて、パカッてね開けると分かるんですけど、スティック型の下を回すと出てくる日焼け止めなんです。私の部下である美容ガチ勢の子が、最近こういうのがあるんですよって、すごい使いやすいんですよっていうのを教えてくれて、プラザで一緒に買いに行きました。もう何がいいかというと、もう手が汚れないんですよね。首とかに使うことが多くて、こういう風にですねスティック型なので片手でねこうやって塗ることができます。結構ね首の後ろってなんか一人でね塗りづらいと思うんですけど、髪を片手でこうまとめて右手の方でこういう風に日焼け止めを塗って、首の後ろまでちゃんと日焼け止めが塗れるっていうところもおすすめポイントです。 SPF も50だし PA も 4+、 かなりね効果としても実際に高いんじゃないかなと思います。そう、色が服に映っちゃってそれが気になるっていう方もいるかなと思うんですが、透明なのでそういった服に ついても色が映らないっていうところも使っていていいなと思いました。買ってよかったもの3つ目はこちら、ハッチの日焼け止めミスト R です。 SPF30 で PA は 3+ です。ハッチの公式サイトで確か4345円だったと思います。で、今ハッチの公式サイトを見てみたところのパッケージがなくなっていて別のものが売られていました。外出先での日焼け止めの塗り直しにぴったりだなと思って購入をしました。日焼け止めってだいたい外出する前にもう入念にね塗ってその上に化粧をして出かけると思うんですけど、日焼け止めってやっぱりね塗り直しが大事っていう風に言うじゃないですか。でも私は今まで日焼け止めの塗り直しを してこなかったんですよね。だって化粧してるのにどうやって塗り直すんだろうと思っていて、そもそも塗り直し方が分からなかったんですけど、このミストだったら化粧してる上からシュッシュってすることで日焼け止めの、塗り直しができるなと思ったので購入をしました。実際にね使ってみますね。こうやってこんな感じ、本当にねこの粒子が細かいのでなんかこう固まって白くなったりせずにするのが顔にぴったりだなと思います。サンカットの UV スプレーっていうスプレータイプ、別のもの持ってるんですけど、ボテッとこう液体っぽくなるのであんまりね顔にねつけると多分良くないんじゃないかな。液体っぽくなるんですよね。それに比べてこっちは本当に粒子が細かいのでつけた後も目立たないんですよ。わかるかな、液つけましたって感じじゃなくてふわっとね広がる感じがすごくいいなと思います。あまりにもねこうつけすぎるとどうしてもこれも水分なので塗って何分かした後に乾燥する、カピカピするなっていう感じがあるので、つけすぎにはもしかしたら注意なのかもしれないです。とはいえ夏にぴったりな日焼け止めの塗り直しアイテムとして優秀かなと思います。そして買ってよかったもの4つ目はこちら、アディクションの、アイブロウブラシ01番です。眉を描くためのブラシなんですけれども、先ほどもね話に出てきた
あの美容ガチ勢の部下の子からプレゼントでもらったものです。アディクションの公式サイトでは今3850円です。これも本当に良すぎて、あの私の母にも私からプレゼントをしました。このアイブロウブラシに変えてから眉毛がね、もうめっちゃ描きやすくなりました。もう感動するぐらい変わりました。私はね、全く美容に興味がなくて、まあ、妊娠をきっかけにこう美容に興味が出てきたわけなんですけれども、化粧品をねこう集めるときにその部下に対してですね、なんかおすすめの化粧品教えてよみたいな、いいやつ教えてよみたいなことを言ってたら、その子がですね、化粧は道具、筆が大事なんだと、それが命なんだみたいなことを言ってきて、最初はね分かんなくて、いやそうなのかなみたいな、あのパレットみたいな方が大事なんじゃないかなとか思ってたんですけど、これをプレゼントしてくれてからは本当にこの道具、筆の大事さっていうのが分かりました。今まではあの眉を描くときに付属されていたこういったなんかもともとついてたねブラシを使って眉を描いていたんですよ。こっちに変えてからというものの、もう描きやすさ、発色もね、これと比べ物にならないです。実際にちょっと今から眉を描いてみますね。アイブロウの、このパウダーをこんな感じで毛先につけて、こういう風にね形に合わせてこうやって描いていくだけなんですけど、もうめちゃくちゃねこの絵が長いんでまず持ちやすいんですよ。色づきがめちゃくちゃ発色がいい。なので今までだと、うわなんかちょっと眉の形ミスったみたいなことがあったんですけど、もう今ね左と右で全然違うと思うんですけど、サクッとねシュ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 って描けるところがもうめちゃくちゃお気に入りです。もちろんね私がねサロンに行って眉の形を整えているからっていうのももちろん前に比べたらあるかもしれないんですけど、まあ、それにしてもね描きやすすぎる。もう使って何ヶ月か経ちますが、悪いところは一個もありません。はい、もうなくてはならない眉のアイテムです。最後5つ目はですねこちらです。じゃじゃん、スックのコンフォートリップフルイドホグ04番の花しもっていうモデル型番です。スックの店舗で5500円で購入しました。実際にねちょっと塗ってみようと思います。今は何も口に塗っていない状況です。いつも塗るときはこの下唇になんか 4回ぐらいええって塗って、これをこうやって、こんな感じでですね、唇全体でパッ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 てしながら上唇とか全体に広げていく感じです。こういう色なんですけれども、色味としてはコーラルっぽい感じの色味です。オレンジっぽいピンクなんですけど、なんか派手すぎないのでカジュアルな服にもちょっとフォーマルな服にもどちらにもあって、本当にね私こればっかりしか使ってないんですよ。で何にでも合わせやすいっていうところがすごくおすすめです。つけ心地がなんかムースみたいな感じでね、ふわふわ、すごいふわふわしてるんですよ。なのですごくつけ心地もいいし、発色もとっても良くて、朝つけてから結構ね長持ちするかなっていうような感じです。何よりですね、自分に似合ってるっていうところで、パーソナルカラー診断とかしたことないんですけど、自分ではイエベの秋なのかなと思っていて、そういうイエベの秋の人にはこれ合うんじゃないかなと思います。ということで私の最近買ってよかったもの、スキンケア編、美容編を5つお送りしました。このように私のチャンネルでは、買ってよかったものとかですね、ガジェットの紹介だったり、今後は妊娠とか子育てについても発信していく予定なので、この動画が少しでもよかったなと思った方は高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。